今回紹介するのは「儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇」という本です。個人的には ODA について110ページが印象に残った。なぜ中国や韓国では日本の ODA 政府による途上国支援技術協力が感謝されていないかという理由が書かれている。まず第一に 中間以外の他の途上国ではこれは日本の援助によって達成されたという支援事実が国民に報道されているそして道路や橋などインフラ整備された後には日本の援助と協力によって完成したというようなプレートが貼り付けられていることもあり各国の人々はその事実を知るため 自然に日本の援助に感謝の念を抱くことが多いのであるところが儒教の悪いとこ取りの中間においては上下関係でしか相手を把握できないため日本からの援助は基本的に彼らのプライドに触る助けてもらうなどと夢にも思いたくないため援助させてやっているという発想しかない日本より自分が上なのだから 兆候を受けるととといいいうう風に信じたいということらしいし、たがって日本の ODA は中間国内では報道されず、その内容も中間の国民は全然知らない、うすうす日本の援助に気づく者がいても、日本に感謝するなどと口が裂けても言わない。 なかかったたことにしたいのだから日本国民の血税から支払われた中間への何兆円にも及ぶ ODA はこうして感謝されるどころか頼んだわけではないとさえ言われる始末ああこれでは膨大な金をドブに捨てたようなものださらにこの件については日本人の をを自慢をしない美徳つまり謙虚さや美学が裏目に出ているということ中間政府がもっと中間の国民に宣伝し日本の貢献を知らしめるよう文書化し条件をつけて金を出すことだいいえたとえそれをしても約束保護は彼らは朝飯前だから結局意味はないだろう何しろ日韓合意して10億円受け取ったあげく 増え続ける、ですからね。そういえば「頼んだわけではない」というセリフは自衛隊が国連の頼みで韓国軍に銃弾を補給してやった件でも後から出ましたっけつくづく中間島に生まれなくてよかったということを再認識させられる一冊ケントさんのご指摘どおり日本人と肌の色は同じでも。 気質も文化も常識も似ても似つかぬ中間の人たち、距離を取ることです。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。